マクシミリアン・ニクは、ドイツ・バイエルン州、ローゼンハイム出身で、ルーマニア国籍のサッカー選手、指導者。元ルーマニア代表。ポジションはミッドフィールダー。共産主義政権のルーマニアからドイツに移住した、両親のもと、バイエルン州プリーガム・キームゼで生まれた。2002年、SPVGG ・ウンターハヒングで、選手としてのキャリアを始めると、FC ロートバイス・エアフルと、 s v ーエン、SV バッカーブルクハウゼンなどのクラブを渡り歩いた。2007年に、ブンデスリーガ2部に昇格したばかりの s v ーエン、ビースバーデンに移籍。6得点11アシストを上げる活躍で、チームの2部残留に貢献した2008年夏、ブンデスリーガのヘルタベルリンが、肉の獲得に関心を示し、30万ユーロの金額で移籍。 7月31日の UEFA カップ予選の FC ニストリオタ立戦でデビュー。8月17日のアイントラハとフランクフルト戦でリーグデビューを果たした。リュシアン・ファーブル監督の下で2シーズンにわたりプレーし、最初のシーズンはリーグ戦の優勝争いに加わるなど4位でシーズンを終えたが、翌2009から10シーズンに2部リーグに降格した。2010年7月。 移籍金ゼロで SC フライブルクへ移籍した。その後、TSV1860 ミュンヘン、母国の FC ユニベルシタテアクルジュ、キプロスのアリスリマソウルなど、複数のクラブを渡り歩いた後、2018年に、フルスのウンターハヒングで、実質的なキャリアを得た。2009年、自身の出身地であるドイツではなく、両親の出身地であるルーマニア代表としてプレーする、ことを決め、 同年3月17日にルーマニアの市民権を取得。4月1日のオーストリア代表戦で代表デビューした。その後、ビクトル・ピツルカの下で3試合に出場したのに止まり、ピツルカの後任のラズバン・リュチェスクの下で招集されることはなかった。引退後は、故郷のトゥース、プリーン・アム・キーム勢で選手兼任監督を務めており、2021年6月の 時点で公式戦4試合に出場している。このほか、スポーツ専門の動画配信サービスダゾーンの解説者を務めている。ありがとうございます。